バガンは、ミャンマーマンダレー地方域にある地名で、以前の表記はバガン。カンボジアのアンコールワット、インドネシアのボロブドゥールと共に、世界三大仏教遺跡の一つと称され、イラワジカ中流域の東岸の平野部一帯に、大小様々な仏教遺跡が林立している。バガンとは、広くこの遺跡群の存在する地域を指し、ミャンマー屈指の仏教聖地である。 その一部の城壁に囲まれたオールドバガンは考古学保護区に指定されている。点在するパゴダや寺院のほとんどは11世紀から13世紀に建てられたもので大きいものや小さいものがある。本来は漆喰により仕上げられた鮮やかな白色をしているが管理者のない仏塔は漆喰が剥がれレンガの赤茶色の外観となる。仏塔の数は3000を超えると言われている。 あの親た王が築いた、シュエサンド・パゴダ・バガン遺跡は、約41平方キロメートルのエリア内にある。建造物の大多数は、西暦1000年代から1200年代に建てられたもので、当時のバガンは、最初のビルマ統一王朝である、バガン朝の都であった。西暦874年に、パイニャビア王が党パガンに移した後に、主要な都市となった。しかし、 それぞれの知性ごとに戦とすることがビルマの慣習であったため、アノーヤター王の時代までとは再び放棄されることとなった。1057年、アノーヤター王はモ族の都であったタトゥーン王国を征服し、パーリ語で書かれた三蔵の経典を取り戻した。仏教像や職人のほか、こうした文物はバガンを宗教的、文化的な中心地に作り変えるために役立った。 テイチビルマの僧の助けを借りて、あのヤターはカミザブ仏教の国境化を進め、カミザブ仏教の盛んなスリランカとも交流した。12世紀から13世紀になると、スリランカやインド、カンボジアのアンコール朝やタイからの仏像や学生を引きつけ、パガンは仏教研究の国際的な中心地となった。クビライの貸し品を断った後の1287年に王朝は、 モンゴル人に滅ぼされた。その後の歴代君主によっても放棄され、おそらくモンゴル人の略奪を受けた町は政治的な中心としての地位を失っていったが、その後も仏教研究の場としては繁栄を続けた。ミャンマー政府は1997年にバガンをユネスコの世界遺産に推薦したが失敗に終わった。これは国家平和発展評議会が 近代的な建材を使用して修復したためと、さらに軍事政権がゴルフコースや南西のミナンサ近郊には高さ61メートルの展望台を建てたためと言われている。その後、政権が民主化され、日本を含む海外からの整備支援を積極的に受け入れるようになり状況は改善されたが、ミャンマー地震によりパゴダの損壊が発生。これを適切な処置で修復したことから、 2017年に改めて推薦を行い、2019年の登録を目指すこととなった。2018年9月には、ユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議による現地調査が行われている。2019年5月アイコモスにより、バガンの考古地域と記念建造物群が登録勧告となる。同年7月にバガンの名で正式登録された。 ピューコ大都市軍に続き、ミャンマーでは2件目の世界遺産となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。1868年のブーパヤ・アバゴだ。1975年の地震により倒壊したため、今日残るのは再建されたものである。ニャウンウー空港ミャンマー政府の方針により、 遺跡が集中するオールドパガン地区には5軒のホテルのみ、営業が許可されている。オールドパガン北側のニャウンヌーには、バジェットホテルやゲストハウスが立ち並び、南側のニューバガンには、中級ホテルが多い。2014年から3カ年にわたってジャイカ地域観光開発のためのパイロットモデル構築プロジェクトが行われた。日系旅行会社のサラトラベルが営業している。 ミャンマー各地からの長距離バスは、ニャウンウー空港と鉄道駅の中間点にあるバスターミナルより発着する。マンダレーから鉄道で5時間かかる。ありがとうございます。